シェリア。なあ、シェリア。まだ怒ってるのか？心配してるのが、怒っているように見えるの？あ、ごめん。なあ、シェリア。どうしても、信じられないか？私だって信じたいわ。けど。じゃあ、約束しよう。約束って？俺、今回の件を通じて、分かったことがあるんだ。7年前、俺は家族が自分を縛っているように感じていた。けど、それは縛られていたんじゃない。家族という絆で繋がっていたんだ。そして、自分がこの先、誰かとそういう繋がりを持つことがあるんだとしたら、そう考えたら、2人しか思いつかなかった。2人？ソフィーの他にも養子を取る気なの？そうじゃない。ソフィーを俺と一緒に見守ってくれる人のことだ。あ、今まで当たり前のようにそばにいたから、気づくのが遅くなってしまった。帰ってきたらちゃんと言うよ。だから俺とラムダを信じて待っていてほしい。お願いだ、シェリア。アスベル、アスベル、約束するなら指切りしないと。まあ、そうだな。約束だ、シェリア。命の尊さを知る者よ。え？この者は愚かだ。だが愚かゆえに、なかなかしぶとい男だ。我はこの者には借りがある。その借りは必ず返す。しかし、この愚か者は我に歯向かい、何をするかわからぬぞ。他者のために命を投げ出そうという、とんでもない輩だからな。この者が約束を破らぬよう、釘を刺しておくんだな。今の声。どうした、シェリア。あ、ううん、なんでもないの。約束、破ったら承知しないから。破ったら、針何本飲ませるんだっけ？千本よ。わかった。集めておく。こりゃ大変だ。必ず守らないとな。そうね。ソフィー、眠くなる前にお風呂に入って着替えちゃうのよ。うん。わかった。じゃあまた明日、アスベル。ソフィー。ああ、ごめん。お前の顔を見てたら、親父の言ったことを思い出してさ。ソフィーを家に連れてきた時、お前に面倒が見れるかって怒鳴られたんだよな。もし親父が生きていたら、今の俺たちを見てなんて言うかな。きっとまた、お前じゃ無理だとか言うんだろうな。俺は今でもこうして時々親父のことを思い出す。親父を懐かしく思うことがある。親父の思いを感じることもあるんだ。俺は親父の思いを未来につないでいきたい。未来へつなぐ。ラントの人々の暮らしが少しでも良くなって、笑顔で暮らしていけるように、今いる人たちだけじゃなく、その子供たちも、そのまた先もずっと笑顔にできたらって。けど俺一人が
一生の間でできる範囲は限られてる。俺が親父の思いを受け継いだように俺の子孫っていうのかな、彼らもまた俺のこんな思いを受け継いでくれたらいいなと思うようになったよ。そんなずっと先のことは見ることができないから、どうなるかわからないけど。私ならずっと先まで届けられるよ。アスベルの子供たちの子供たちの子供たち、ずっと先までアスベルの思いを届けられるよ。私にアスベルの思い預けて、ソフィ。どうしてだろう、ずっと不安だったのが嘘みたい。アスベルはいなくなってもいなくなるわけじゃないんだね。ずっとつながっていくんだね、この先もずっと。そのつながりを見守っていきたい。それはきっと私にしかできないことだから。お前はすごいな、子供だと思ってたけど俺なんかよりずっと大人だ。クロトス・ヘイスか。ラムダ、あなたに大事なことを言いに来たの。ケストでも脅しに来たのか。そうするとこの男も一緒に消えるが、分かっているのか。ううん、逆だよ。どういうことだ。私はあなたとはもう戦わない、信じてみることにしたの、あなたを。アスベルはすぐ無茶をするから、アスベルのことよろしく頼むね、ラムダ。ふん。よし、全員揃ったな。みんな、何としてもフォドラの核を止めよう。